はい、どうもこんにちは、こんばんは。今回ね、構築済みデッキで出た、ストライクジークブルムと、ジークアポロドラゴン、そして、バシンダンと月光のバローネをね使っていこうっていうデッキ紹介です。このカード、特にねこのストライクジークをね使いたかったんですよ。過去のこのリメイク前のストライクジークも専用デッキ組んで、デッキ紹介やって、遊んでたデッキなんですけど、このストライクジークブルム10をね何とかして使っていきたい。でこのカード系統が武装なんで、武装デッキに入れて、武装関連ですね、最近のあのリバイバルのねジークフリーデンとか、ラグナロックとか、なんだっけ、グランオーデンとかイグドラシルとかね、ああいう、強い武装カードのデッキに入れて、武装デッキメインで組んでみようとか考えたんですけど、そうなってくると結果的に、ストライクジークブルもこのカードがねそろそろ抜けそうなんですよね。強い武装の邪魔になってくるというか、あんまり合わないんで、結果的にこのカードが抜けそうだったんで、今回はどうしてもねストライクジークブルムを使いたいので、構築のカードがメインになっちゃうんですけども、デッキを組んでみました。今回はね、このカードをメインで使っていくんですけど、メインのアタッカーとして、ストライクジークと、ジークアポロですね、両方、軽減シンボルがゴッドシンボル2個の共通があって、両方バシンダンと月光のバローネに対応してるっていうことで、両方3枚ずつの採用です。で特にね月光のバローネと、ジークアポロドラゴン10の方が相性がいいので、採用も無理なくできますよっていうことと、無理なく採用できますよねっていうことで3枚ずつ入ってます。で他に、低コストカードで、構築のボーライドラゴンが3枚、メインステップに白シンボルが2個追加される赤のスピリットです。で次に太陽の守護者、オーレオールドラゴンですね。3コストで軽減シンボルが各色1個ずつ、赤白ゴッドシンボルで1個ずつ持ってます。最大0コストで出てくる守護者ですね。コスト3以下のスピリットは、効果破壊されなくなるような、効果を持ってるのと、相手のスピリットの特殊召喚ですね、ノーコスト召喚ができませんっていうやつですが、3枚入ってます。で次に、構築なんですけどエッジマスターですね。秘人の、剣使いエッジマスターかな、このカードが3枚、3コストで赤白の軽減1個ずつで、レベル2からなんですけども、アタック時またはブロック時ターンに1回回復できます。でラッシュ赤で回復、することができますよっていうことで、3枚で、次にブレイドラリバイバルが、3枚です。まだね、第1弾発売されてないので、グランウォーカーネクサスに対応しているカードとか、グランウォーカーのネクサスが、ね、まだ構築の4種類だけなので、カードプールが少ないんですが、ブレイドラが、3枚入ってます。来週ね土曜日に、第1弾発売されるんで、それからねまたデッキが変わると思うんですけど、低コストはこんな感じです。で次にリバイバルの、ヤシウムが1枚、制限カードにねなぜかなっちゃいましたけど、ヤシウムです。ここのねバシンダンとバローネ配置した時のコアチャージの効果でデッキトップ3枚をトラッシュに、送ってコアチャージができるんで、そこでね、トラッシュに落ちてしまった、ストライクジークとかジークアポロドラゴンを、ヤシウムで回収、できます。アクセルの効果では赤のスピリット限定なんですが、召喚時の方ではスピリットまたはブレイブカードを回収できますよっていうことで、ヤシウムが1枚です。で次に今回、1枚だけ、サイボーグ怪獣メカキングギドラということで、ゴジラのブースター、コラボブースターの、X レアですね。赤白の、スピリットなんですが、赤の軽減3つの白軽減3つ、持ってます。今回のデッキ並べやすいのでスピリットが、召喚もできますし、ボーライドラゴンですね、このカード1枚で3軽減、できるんで、今回メカキングギドラ入れました。アタッカー自体がストライクジークと、ジークアポロの2種類だけっていうことで、相手の盤面に触っていくカード、結果的にここら辺触らないんですよね。低コストカードっていうのが展開とか守りとか、ドローカードなんで、相手の盤面触っていけないので、メカキングギドラ1枚入れました。召喚時効果で相手のスピリット1体をデッキトップに戻すっていうことと、1万以下2体破壊できます。なので3体除去できますね。でさらに、レベル2の効果で、自分の赤または白のスピリットが回復すると、
召喚時を発揮できますっていうことで、まあ、3体除去ができます。なので回復するとっていうことなんで、まあ、月光のバローネが回復できる効果を持ってるんで、バローネの効果で、まあ、ここら辺回復ジーカーポロとか回復して、相手のスピリットを、除去していくとか、相手が疲労するとストライクジークが勝手に起き上がるんで、ストライクジークの回復した時の、キングギドラで相手のスピリットを、まあ、除去するっていうことで1枚入ってます。でストライクジーク自身が BP 以下のスピリットをデッキの下に戻すっていう効果なので、そもそも BP が低いんですよね。ストライクジークっていうのは BP8000 でマックスで13000で、自分自身の効果でプラス5000されても18000、なので18000以下、まあ、戦闘破壊するか18000以下をデッキの下に戻すっていうことで、まあ、BP で勝たないと話にならないので、まあ勝てないやつに対してはキングギドラでやっていこうかなっていうことです。で系統が神聖、聖竜持ってるんで馬神団に対応してますよっていうことで、あとヤシウムで回収できますし、1枚です。でマジックにブレイドローが3枚とリミテッドバリアが、3枚、入ってます。まあ、ここら辺は構築から引っ張ってきた、カードです。どうしてもねここら辺2枚配置したいんで、ブレイドローが、3枚で、最後ブレイブなんですけども、シャイニングソードリバイバルが3枚です。相手のカードを除去していく、でドローカードっていうことで、あとシンボル持ちブレイブでアタックした時にアタック時効果で相手のアクセルとかマジックカードを封じれるんで、ジークアポロに、まあ、相性がいいということで3枚入ってます。で他に、イマジンブレイブでフェニックキャノン、リバイバルが、3枚です。でフェニックキャノンに対応している赤のイマジンブレイブで、炎魔人がエマジンかな、エマジンが2枚入ってます。フェニックキャノンの方はブレイブ対象がコスト3以上なんで、まあ、エッジマスターに対応している、まあ、エッジマスター正確回復できるんで、まあ、回復するエッジマスターにシンボルを与えたいっていうことでフェニックキャノンが入ってます。あとはネクサス破壊もできますし、まあ、馬神団でもできるんですけど、まあ、こっちでもしたいっていうことでフェニックキャノンが入ってます。で、エンマジンか。だよね。エンマジンが、2枚。まあ、このカードね、相手のバーストを破壊していける。まあ、アレックスだと思うんですけど、まあ、触れないより触れる方がいいということで、エンマジンが2枚入ってるのと、BP プラス5000っていう、まあ、条件が BP プラス効果。アタック時に、相手のバーストを破壊することで、このターンの間、自分のスピリット全てを BP プラス5000されます。単体で、ブレイブ時効果でプラス5000と効果でプラス5000、1万ブーストができるんで、ストライクジークブルムがね、1万ブーストかかるんで、1万3000にプラス1万の2万3000、自分自身の効果でプラス5000で、2万8000まで、まあ、対応できますよっていうことで、まあ、エンマジンが入ってます。あとはね、赤白シンボル、あ、違う、軽減シンボル持ってるんで、まあ、普通に引いちゃっても、まあ、普通に召喚できるということで、まあ、エンマジンが2枚、まあ、入ってるよっていう構築です。ここのね、9枚以外が全て構築のカードなんですが、こんな感じのデッキになりました。アドバイス等あればコメント等でお待ちしております。ということで今回はストライクジークを使ったデッキ紹介でした。